ビースク市電は、ロシア連邦の都市、ビースクに存在する路面電車である。アルタイ地方の主要都市であるビースク市内に存在する路面電車。軍事拠点と位置づけられていたソビエト連邦時代の1960年6月13日に、大規模な化学工場へ向かう労働者の輸送手段として開通した経緯を持つ。その後、 1960年代に実施された延伸により、ビースク郊外の工業地帯各所に路線網を伸ばしたほか、1970年には道路との併用橋を経由し、ビア川をまたぐ路線が開通した。ソ連崩壊後は、他都市の路面電車と同様に経営が困難に陥ったが、その中でも路線網の修繕や近代化が継続して行われ、2021年現在も、 ビースク市内における重要な交通機関として位置、続けられている。また、ビースク市電では、車両の定期的な検査や運転手の健康診断や、試験など安全対策が図られており、2021年、現在まで、ビースク市電では、市電側に過失がある、重大事故が一件も報告されていない。ただ、その一方で、運営組織については2019年に、 それまで路面電車を管理していた単一企業体のビースク路面電車管理が破産しており、同年以降はビースク都市交通、通称ビースクコルトランスによって運営されている。2021年現在のビースク市電の系統は以下の通り。系統名は番号に加えアルファベットが用いられ、奇襲点や経由点点に応じて細分化されている。 2021年の時点でビースク市電に在籍する電車の形式は以下の通り、同年時点で超低床電車の導入は実施されていない。また、開業当初は二軸車が使用されていた。ありがとうございます。